大佐、師匠これです、イエイ、いや、ほう、はい、あ、音が消えてなかった。はい、日用品を買いにブラブラしていた帰り道です。あったかいね、もう春だね。ちょっとね、あれです、この辺がムズムズします。この辺が来てるね。だいたいね、いつもね、鼻から来て、目が痒くなり、違うな、目が痒くなる前に頭痛がします。で、風邪だなとか喉が痛いねとかっていうのを自問自答しながら、これ風邪だねって思ってたら、なんかお天気お姉さんたちがそろそろ花粉がなんていう話をしていて、花粉だってなるんですけど、ちょっともう早くも感じています。インフルエンザとあと花粉症の話を話題にした時に、よく聞かれることがですね、事前に注射とかしないんですかって言われるんですけど、僕は断固としてしないです。なんかね、その効果、やっぱ病院嫌いっていうところが一番の理由ですけど、なんかまず効果なんですよね。インフルエンザの予防接種受けてる人でもかかってる人をゴロゴロ見ますし、花粉の注射を打てども症状がまるっきり、ね、なくなるわけではないっていうところと、あとは そのために病院に行くことによって他の病気がうつってしまうんではないかっていう、そこが一番心配なところですね。医療といえどやはり人なんですよ。僕は子供の頃からあまりお医者さんに恵まれていなくて、なんか中学生とか小学生の頃風邪ひくじゃないですか。それでまあ病院に行きますよね。だいたいもうトロトロと、はいはい、ああした、はいはいはい、じゃあ風邪薬出すねみたいな。自分が骨を折ったりとか、なんかそういった重たい病気になってないからかもしれないんですけど、なんかお医者さんをお医者様とかドクター様とか、なんかその尊敬できる人に出会えてない、なんか流れ作業で風邪薬出せばいいんでしょみたいな人にしか出会ってなかったから、きっとその病院の恩恵を受けることもなく、なんか病院のありがたみっていうものを30になろうとしてますけど味わってこなかったんですね。だから多分ね、病院に行く意味ってあるのって思っちゃうんですよ。もし万が一家の近くに病院ができて、内科でも何でもいいですよ。まあでも一番行くのは内科かな。なんとかクリニックっていうのができてさ、すっごい綺麗な女医さん、もう若い人は無理でしょう。ただそうだな、それこそ今ドラマやってるから竹内優子みたいなね、30代の綺麗な人が病院をやってくれているなら、病気じゃなくても行きますし、自分の体調をしっかりと考えた上で病院に行こう、病院に行きたい、病院が待ってる、ね、医学というものはやっぱりね、所詮は医学というね、学ぶという字がついてますけど、結局はね、人なんですよ。人と人ね、というへりくつをお届けいたしました。いかがだったでしょうか。へりくつでしょう。皆さんはアレジオンですか、あともう一個なんだっけ、アレジオンって大野くんですよね、違った、あれアレジオン、そうですよね、もう一個ありましたよね、まあ、ちょっとそれ買いましょうね。ではショーコラでした。ああ、だからそういう薬局で買える薬も結局病院の方が効きますよってなっちゃうのか。そっか、永遠のテーマですね。はい、ショーコラでした。また明日。